はい、キヌです。アリスと怖い童話ファミリーパート4を撮っていこうと思います。それでは進化させたいと思います。で、もうすぐ、おー、あ、でもチェシャの方が可愛かったな。いや、そうでもないな、可愛いな。伯爵夫人なアリス人形に進化。さて、どうしよう。おアリスが連れてる赤ちゃんみたいなのがめっちゃウサギ食べてますね。かわいいですね。なんかだんだん、あ、今回はアリスは何も攻撃をしていません。ちょっとなんかいつもと違いますね。こうやって見るとかわいい女の子なんだけどな。うん、よし、では日記を見たいと思います。はい、ここですね。もうあと3つ4つぐらいですかね。で、1個のエンディングが来ると思います。それでは見たいと思います。お人形さんたち逃げ惑うようになったの。逃げないで、アリスの赤ちゃんが泣いてるの。こっちへ来て赤ちゃんの糧に。プリンセスの目玉が好物なの。あ、お人形さんの首取れちゃったね。待っててね、今素敵な子守歌聞かせてあげる。あ、お人形、もっとお人形さんの綿をアリスにちょうだい。あなたの悲鳴が最高の子守歌なの。あ、赤ちゃんが泣いてるわ。早くお人形さんを食べさせないと。待っててね、今、もっとお人形、赤ちゃんが泣い、あなたの悲鳴が最、赤ちゃんが泣い、待っててね、待ってて、逃げないで、お人形さんたち、赤ちゃんが泣いてるの。逃げないで、決めた。今日のメインディッシュは、あなたの串刺し。食いしん坊ね。もっと鬼、もっとキーン。あ、あなたの、あ、待ってて、待ってて、キーン。この捕まえた。ほら、どうぞ、アリスの赤ちゃん。あなたの、このくらいですかね。赤ちゃん、もっとプリンセスの目。あ、プリンセスの目玉。可愛いですね。なんか普通にしてるとアリスが毎回可愛く見えます。でもこのキャラも正直嫌いではないです。それでは乱入があるか、成長するまでカットします。はい、眠れる森の美女人形が現れたのでちょっと撮っていこうかと思います。ちょっと音楽がいつもと違います。アリスね、そこにいるのは。あら、あなたは眠れる森の美女ちゃんじゃない。アリスが安らかに眠れるようにって縫い付けたその両まぶた、今日も可愛いわ。く、余計なお世話だったわ。これじゃあ永遠に目覚められないじゃない。おかげで私は一番不幸なお人形大会でいつも堂々の1位よ。暗いことやってるのね。黙らっしゃい。お人形が目玉を失う辛さ、あなたにも味わわせてあげるわ。はい、かわいいですね。わっ、結構 HP が多い。全然余裕ですね。痛い、不幸だわ。人形さんは100コイン。この子も100コインなんですね。シンデレラちゃんと同じです。というわけで、もうちょっと先がありそうなのでカットします。はい、それでは続きを撮っていきたいと思います。お、チェスの駒みたいになりましたね。チェックメイトアリス人形に進化。なんか叩きつけてますね。
これはなんかスピーディーでいいですね。なんか爽快感があります。それでは日記を見ましょう。育児なしなお人形さん、招待してくれたのはお人形さんなのに、そんなに可愛い子は一体残らずチェックメイトなの。このお人形さんはもうダメね。いらない駒は処分なの。急に七っ子になりましたね。アリスの世界はどうなってるのかな。アリスがいなくても、アリスに勝ったお人形さんは死刑、負けたお人形さんは串刺しの刑だよ。にゃは。痛いって怖いの？気持ちいいの？死んじゃうの？このお人形さんはもう、チェスならこのアリスちゃんに勝てるかもしれないわよ。チェスならアリスに勝っ、僕にチェスもできないなんてどうしようもないゴミね。アリスのせいか、このお人形さあ、次の手は何？あら、あなたのお手ってちぎれてる？痛いって痛い。アリスにさあ、へへへへ、チェス盤が赤色に染まっちゃった。アリスのせ、痛い。チェスならさあ、アリスに負けたらねえ、おとなしく、このおに6日さあ、このお人形6日アリスに、アリス、これくらいですかね。このお人さあ、アリス痛い。このお人、これくらいっぽいですね。アリスの世界はど、アリスの世界、なんかある時からまあ部屋の中がボロボロになったんですが、なんかあんまり変化が見られない感じになってきましたね。もう血まみれでいろんなものが串刺しになっていて、あ、でも一応増えてるのかな。よし、それでは進化までカットしましょう。はい、長靴を履いた猫人形が出てきました。初登場です。それでは撮っていきたいと思います。やあアリス、今日も楽しく遊んでるかい。あら、あなたは長靴を履いた猫じゃない。あなたはプリンセスじゃないからいたぶりがいがないわね。そんなことを言わずにアリス、僕くらいなものさ君を受け入れられるのは。実は僕は君のお遊びが大好きだったんだ。僕は君が家帰るたびワクワクしていた。そう、僕は君と同じ変態なのさ。さあ、僕ともっと遊ぼう。同じ変態扱いされるのは困るけど仕方ないわ。遊んであげましょうか。なんか強そうですよね。なんか他のとはちょっと違いますね。 260HP があるのでちょっと気合を入れましょう。そんなに気合を入れるほどでもなかったですね。ああ、やっぱり君は最高だよ。おー、120コインもらいました。可愛いですね、長靴を履いた猫。しかもどこもアリスに怪我させられたみたいな雰囲気はないです。プリンセスがやっぱいじめたいんですかね、アリスは。という感じで、続きはまたカットしたいと思います。はい、赤ずきん人形が現れました。多分撮ってないので撮っていこうと思います。アリス、ここで会ったが100年目。あなた、アリスの一番のお気に入り赤ずきんちゃんじゃない。そう、私はあなたの一番のお気に入りだった。それゆえ様々な乱暴を受けたわ。ふ、でもお人形になったアリスなら怖くなんかないの。さあ覚悟。顔がめっちゃ青ざめてますけどね。震えているわ。怯えているの？いく。アリスを前にするとつい身がすくんで、怖くない、怖くないんだから。ふふふ、赤ずきんちゃんって気が強そうに見えてちょっぴり臆病だったのね。
ますます気に入っちゃった。さあいらっしゃい、遊んであげる。まあこの子もなんかレアキャラっぽいですよね。ちょっとライフが長いんですが、そんなに強くはないです。ああ、ごめんなさい、もう逆らわないから許して。かわいいですね、赤ずきん。100コイン。長靴の猫の方が高かったですね。それではまたカットしたいと思います。はい、アリスが進化するので続きを撮っていきたいと思います。アフタヌーンティーアリス人形に進化。これは可愛いですね。可愛いです。でもやっぱ、おっと危ない。今タップ仕掛けました。なんか羽がすごいことになってますよ。で、人形としてのアリスも若干壊れてきてる感じですね。ひび割れがなんか顔にあります。それでは日記を見ていこうと思います。ここですね。お人形さんがあまりに逃げるものだから悲しくって閉じこもっちゃった。ねえ、こっちへ来てアリスを一人ぼっちにさせないで。おいしいおいしいアリスとティーはこっちよ。そんな不安そうな顔しないで。お人形さん、みんないなくなったらどうなるの？お人形たち少なくなってきちゃった。悲しいな。言うこと聞かない人形は処刑に処すわ。言うこと聞、そんな不安そうな顔しないで。赤ずきんちゃん、この世界でも可愛がってあげる。ねえねえ、こっちに来てよ。そんな不安、私が人形の世界から帰ったらお人形さんたち寂しい？逃げないで。なかなか引っかからないの。もしかしてお嫌いな味？お人形さん、お人形たち、もうすぐでこの世界とお別れな気がするの。ねえアリス、寂しい。お人形たち逃げな。お人形、ねえねえ、お人形、お人形、赤ずきん、お人形、逃げな逃げ。私が人形の私が言うこと聞かない。お人形、これくらいですかね。赤ずきん、言うこと聞か、お人形、なかなか言うこと。この鳥かごは入っちゃったというよりも罠みたいですね。はい、それではこのパートはこのくらいにして次のパートに行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは。